ある特徴は、ディアールバクルを11世紀から15世紀にかけて支配した王朝。ある特徴は、オグズ族系トゥルクマーンによるセルジューク朝系アタベク政権であり、ディアールバクルなどクルディスタンあるいは北部ジャズイーラを11世紀から15世紀にかけて支配した。ある特徴は、マリクシャーの下で働いたシソアルトゥクが南クルディスタンに領地を得て以降、 この地域を本拠地として前サファビー朝、オスマン朝期に至る長い期間、独立あるいは反独立王朝を築いている。初期の一時期には、アルトゥクのコイル、ガーズイーやスクマーン、バラクがシリアに進出し、一時期はアレッポを獲得している。この時期はちょうど第一回十字軍の到来に当たっており、彼らはそれぞれ十字軍との戦いに勝利し、 最初期の聖戦の英雄として名高い。ただしある特徴のシリアへの関与は12世紀初めの約20年間であり、大部分の時代、ある特徴はディアール・バクルの軍省地方政権であった。アナトリアへの入り口、ディアール・バクルにおけるある特徴の存在は、トゥルクマーンの断続的なアナトリアへの流入に大きな影響を与えている。また、アナトリア東部山岳地帯は、 トゥルクマーンのほか、アルメニア人、グルジア人などのキリスト教徒、そしてクルド人など、宗教的、民族的に非常な多様性を示す地域であるが、この地域における、アルトゥクなどの軍小諸勢力の攻防が、繰り返される状況が長く続いたことが、今日に至る地域の特徴を規定しているとも言える。シソアルトゥクは、オグズ系トルクマーンのデュジェル族で、アナトリア東部にあって、 当初東ローマ皇帝ミカエル7世への服属と対抗を繰り返していた。後に大セルジーク長の第三代スルタンマリクシャーの敗下となり、1077年のタイカルマト派作戦、1079年のトゥトゥシュ敗下でのシリア作戦、1084年のイブンジャヒール敗下でのディアール・バクル作戦、1085年のホラーサーン遠征に参加している。 これによってアルトゥクは南部クルディスタンの用地、ハルワーンをイクターとして与えられ、アルトゥク朝の基盤が形成された。アルトゥク家はこの後、イラクやシリアを転々とすることになるが、その権力基盤たるトゥルクマーン集団は一貫して、クルディスタンのディアールバクルにあった。アルトゥクは1085年、もうするとアレッポを支配するウカイル朝、シャラフタウラムスリムと同盟して、 独立を目論むが、1086年のムスリムが死去、トゥトゥシュへの最従属を余儀なくされた。トゥトゥシュは、あるトゥクに、聖徒エルサレムを中心とするパレスティナを与えた。あるトゥクは1091年頃に亡くなり、ムスコスクマウンとイルガーズギが後を継いだ。トゥトゥシュは、マリクシャー没後の1092年から1095年に、かけて大ュ熟調スルターンの地位を狙い、 マリクシャーの息子バルキアルーク及びムハンマドタバルと戦い、これに合わせてアルトゥクヤ勢力をジャズイーラに導入した。トゥトゥシュが亡くなるとシリアセルジューク長はアレッポのリドアーンとダマスカスのドゥカークの兄弟間の争いが始まるが、アルトゥク家はリドアーンを支持した。アルトゥク長とアレッポの関係はこの時に始まった。兄弟間の争いが続く中で198 19年七月、 1> 第1回十字軍により、アンティオキアが陥落した。アルトゥク家は、これに対するモーソルのカルブが率いるセルジューク朝の、包囲戦に参加するが、大敗北を起死してしまう。さらに、エジプトのファーティマ朝の最小アルイコールアフダルによる、パレスチナ再征服とこれに続く十字軍による、占領で、アルトゥク家は、パレスチナを完全に失うことになった。その後イルガーズインは、 マリクシャーの息子ムハンマド・タパルに仕えるようになる。ムハンマド・タパルはニーバルキ・アルクとの争いの中で、イルガーズイーにジャズイーラ内で統治権を与えた。一方ディアール・バクルのマルディンでは、アルトゥクの孫ヤークーリーが捕らえられていたが、1 9 9 7年、ヤークーリーは計略によって街を奪取した。スクマーンは、打ち続くジャズイーラにおける内部構想を利用して1102年。 ヒスン・カイファーを、オイア・クーリーからマルディンを得て北方へ、進出していった。マルディンの領主になったスククマーンは、1104年に、ハラーンの戦いで十字軍を破り、エデッサ博国の伯爵ボードン二世を捕虜としている。彼はその後すぐに亡くなり、スクマーンの息子のうちイブラーヒームが、マルディンを、ダーウードが、ヒスン・カイファーを継いだ。イルガーズイの時代1107年。 イルガーズイーは、ムハンマド・タパルによって南、ジャズイーラからディアール・バクルへ採封された。ムハンマド・タパルは1104年のバルキアールクボツ後、単一の大セルジュークアサ、ツルタンとなっていたが、ルームセルジューク長のクルチ・アルスラーン・一世はこれに敵対し、ジャズイーラへの侵攻を狙っていた。イルガーズイーのディアール・バクルへの配置はこれに対処するためであった。イルガーズーは目的を果たし、 クルチ・アルスラーンを撃退している。その後1108年、オイ・イブラーヒームからマルディンを獲得した。1110年、ムハンマド・タパルは、アルトゥクケをはじめ、アーミド、アフラート、アルザンなどのトゥルクマーン継承勢力を急合して、対十字軍戦を試みた。しかしイルマーズ・イとアフラートのスクマーン・アルクトゥビートの間に確実が生じ、成果を上げることはできなかった。 これが原因となって、ムハンマド・タパルとイルガーズイーの関係も悪化した。これ以降ある特徴はスルタンによる、対十字軍戦への参加に慎重になってゆく。イルガーズイーは1114年には、ムハンマド・タパル帰化のモースルの統治者、アクスンクル・アルイコールブルスキーに対抗する、トゥルクマーン部族連合を形成し、ダマスカスのアタベク・トゥグテギン、十字軍の アンティオキア公国と共に申する及びムハンマドタパルと戦った。1115年のセルジューク朝軍の大敗の援員はここにある。1118年のムハンマドタパルの死によってセルジューク朝の脅威から解放されたイルガーズインは再び対十字軍戦に乗り出す。この頃、北シリアの中心都市アレッポではシリアセルジューク朝アレッポ政権が リドアーン没後に容姿が続いて水亡し、さらに、アンティオキア公国やニザール派の圧迫を受けて、無政府状態の様相を呈していた。イルガーズイーは、アレッポのカーディー、イブンアルハッシャー部の要請に従って南化して、アレッポに入り、リドアーンの娘をめとって、容姿するターンシャーの貢献として、政権を受け継いだ。イルガーズイーは、ダマスカスのトゥグテギンと同盟して、 1> 翌1119年7月28日、アンティオキア公国軍とさるマダの平野で海戦、大勝利を収めた。これによってアンティオキアは、無防備状態に置かれるが、リアールバクルに本拠を置くイルガーズイーは十字軍を、含むグルジア、ビザンツなど、キリスト教勢力との全面的対決を望まず、アンティオキア攻略戦をせずに撤退した。この時点で諸勢力の中でも、 ある特徴の軍事力は欠出したものとなった。1二2 1年、対グルジア戦を行っていた大セルジュー区長のスルタンマフムードは、この軍事力を利用しようとして、グルジア侵攻を命じた。しかしイルガーズイーは、グルジアのデビド4世と戦って、大敗を喫し、セルジュー区長は、ティフリスを失った。なお、この時先行として、イルガーズイーは、 ティアール・バクルにおける最後のセル・ジューク・朝の拠点、マイアン・ファーリー・キーンを獲得している。イルガーズ・イーは1122年、マイアン・ファーリー・キーンで死去。同地に葬られ、息子たちの内スライマーンが、マイアン・ファーリー・キーンとアレッポを、ティムル・タシュが、マルディンを継いだ。バラクの時代イル、ガーズ・イーの甥い、ヌールッタ・ウラ・バラクは、イルガーズ・イーの下で転戦していたが、1105年には、 ディアール・バクルの本拠に戻り周辺領域の平定に努めた。バラクはマラティアのルームセル十区長、トゥグリル・アルスラーンのアタベクとなり、彼の兄である今夜のマスウードに対抗した。これにより1115年にはマラティアの北北西、ハンズ・イートのハルト・ペルト城塞を本拠とした。バラクはさらに北方へと進出し、1118年、ダニシュメンド町と同盟して、 エルジンジャンのイブン,マンリュジャク及びその同盟者東、ローマ帝国のトレビゾンド大使ガルワスを破った。これによってバラクは、ユーフラテス上流域に勢力を伸ばし、バラク保護下のトゥグリル・アルスラーンは、マラシュ方面へ進出して、エデッサ白国に従属するアルメニア人から領土を奪った。こうして、エデッサとの対立は、決定的なものとなる。バラクは1122年グルジアと、 さらに、ヤツギバヤに、エデッサと戦って、白女スランを捕らえた。バラクは、救援に赴いたエルサレム王国国王、ボードワン二世をも、捕虜として、ムスリムの絶賛を浴びた。イルガーズイーが亡くなったのはこの頃である。1123年アレッポは、町の保護者として、イルガーズイーの息子スライマーンに変えて、バラクを迎えた。この頃、マルデンのスライマーンの弟、 ティムルタ州もバラクに使えるようになり、マルディンもバラクの統治下に入る。アレッポでは、バラクはシリアセルジューク町のスルターンシャーを追放、ついでハルトパルトの本拠での十字軍捕虜と同地のアルメニア人による反乱を鎮圧した。このルス中に反乱を企てたシーア派とその指導者でもあったイブンアルハッシャーブをも追放している。さらに1124年、 ベネツヤ艦隊とエルサレム王国による包囲に苦しんで、北ティールに向かおうとしていた。しかしこの時、万美ジの統治者が、エデッサ博、ジョスランと結んで、再び自立傾向を示したため、バラクは、万美ジ包囲戦に入る。ここでは、ジョスランを打ち破ったものの、バラク自身が焼傷を受けて没死してしまう。バラクの領域は、バラクの指揮下包囲戦に参加していたティムルタ州が、 マルディンに加えて、アレッポを、バラクの一人娘と息子を結婚させていたスクマーンの子で、ヒスンカイファーの統治者ダーウードが、バラクの子児、ハルトパルトを受け継いだ。同年、ティムルタシュは十字軍と同盟して、アレッポに迫るシリアセルジューク長のスルターンシャート、ドゥバイス、サダカの圧力を避けて、アレッポを見捨て、ボードワン二世を釈放して、マルディンへと戻った。 以降ある特徴がアレッポを統治することはなかった。ティムルタュの放棄したアレッポには、カーディの異分あるハッシャー部が戻って、治安回復と防衛に奔走し、モースルのアクスンクルアルイコールブルスキーを招兵した。1125年にアクスンクルアルイコールブルスキーは、アレッポに入った。彼は翌年暗殺されるが、彼が保護してきたザンギーが後を継ぎ、以降は、 ザンギー朝の一方の中心地としてアレッポは、その混乱に終止符を打つことになる。1124年、スライマーンが没し、アレッポ撤退後マルディンを治めるのみとなったティムルタシュが、マイアンファリーキームを合わせた。この結果、イルガーズイーの子、ティムルタシュが、マルディンとマイアンファリーキームを治め、スクマーンの子、ダーウードが、ヒスン・カイファーとハルトパルトを治める体制となり、 以降変動なく両者の後継者へと相続されていく。これをもって、トゥルクマーン系王朝の分割相続的形態を非常に早い段階で脱却したものとして注目する説もあるが、一方で、土着のクルド人の中にあって、クルド化が進んだ結果とする評価もある。ティムルタッシュとダーウードは対立関係にあり、ティムルタッシュは1127年以降ジャズイーラを支配した。 ザンギーと結び、ザンギーに従って1133年のアーミド、包囲戦に参加した。一方ダーウードは、北方での勢力拡大に努め、グルジアと、たびたび交戦している。1144年にダーウードの後を継いだ息子から、アルスラーンを再び、ザンギーと共に攻めている。カラアルスラーンは、エデッサハクジョスラン二世と連合し、ザンギー長と対抗したが、ザンギーの圧力により、 エデッサとの和解を余儀なくされた。同年が秋、ジョスラン2世の遠征中にザンギーがエデッサを包囲、占領。エデッサ白国は最初に崩壊した十字軍国家になった。ヒスン・カイファーのカラール・スラーン政権もザンギー朝の従属国となった。ザンギーの後を継いだヌールティーンは、対十字軍戦を第一としたため、ある特徴への圧力を弱めて、再び友好関係に入り、 ザンギーの遠征時に獲得したジャズイーラ北部の領地をアルトクチへ与えた。しかし一方でアルトクチはヌールッディーンの聖戦に巻き込まれ全体として良好な関係にあった十字国やビザンツやフルジアなど在位地キリスト教勢力との交戦を余儀なくされた。カラールスラーンは1163年にアーミド攻略をもくむがダニシュメンドの干渉により失敗。 息子ヌール、アッティーン・ムハンマドは逆に、ルームセルジューク長の圧迫に対しダニシュメンド町へ援軍を派遣している。1174年のヌールティーンが没し、エジプトから、アイユー部長のサラアフティーンの勢力が北上してくる。アルト区は、当初アイユー部長に対し、ザンギー長と共に対抗する道を選ぶが、その後ムハンマドは、アイユー部長との同盟に転じ、後に、 アイユー部長と共に、妻の父、ルームセルジューク長のクルチアルスラーン2世を攻撃した。アイユー部長は、クルチアルスラーン2世との和平協定で、ある特徴領域の支配権を得て、ムハンマドに、彼らの祝願の地、アーミドを与えた。一方で1185年、ティムルタ主継政権のマイアーファリーキームが接収され、アイユー部長一族が入部し、後にアフラートに移り、 アイユー部長地方政権が出現した。ムハンマドの死後、政権は、アーミドとヒスン、カイファー、ハルトパルトに分割され、アイユー部長の圧力が強まった。ある特徴は、アイユー部長を恐れて離反し、ルームセルジューク朝、さらに、ホラズムシャー朝に服属するが、まず1227年に、ルームセルジューク朝の攻撃を受けて、ユーフラテス北岸を失い、 ついで1232年、アイユーブ朝のカーミルの再征服でアーアミド・ヒスン・カイファーを失った。1234年、再びルームセルジューク長の対アイユーブ朝遠征があってハルト・パルトを失い、マルディン政権のみが残された。この時、アイユーブ朝地方政権はヒスン・カイファーに移り、同政権はオスマン帝国のアナトリア統一戦前後まで残存する。 マルディンのある特徴はなお生き残り、モンゴル軍の長期間の包囲の後フレグに降伏、イルハン朝の俗国となり、徐々に勢力を広げた。14世紀イルハン朝が崩壊すると、周辺の諸勢力、特にほぼクルド化した、アイユーブ朝地方政権と抗争し、さらにマムルーク朝、バグダードのジャラアイル朝、この時期に勃興した、カラコユンルー部族連合、アクコユンルー部族連合などと、 合唱連行を繰り返す。しかしこの地域の状況は、ティムールの到来によって一変し、ティムール町に服属したアイユー部長とアクコユンルー、部族連合の強烈な圧力を受けた。もはやある特徴には対抗する力はなく、1409年最後の、マルデンの統治者サーリフが領地をアクコユンルー、部族連合に対抗する、カラコユンルー部族連合のカラユースフに引き渡して、滅亡した。 イルガーズイ一世、テムルタシュフサームアルプナジムイルガーズイ二世、ゆるくアルスラーンフサームナシレッティーニアルトク、アルスラーンガーズイ一世から、アルスラーンアルムザフファルダーウードシャムスガーズイ二世、アリーアルプイマードサーリフシャムスアフマドアルマンスール、フサームマフムードアイコールサーリフダーウード、アルムザッファルイサー、アイコールザーヒルマジドアフマドア、イコールサーリフ、シハーブ。ありがとうございます。